えのき町地域センター20周年おめでとう。ここはきっとえのき町という名前なんでしょうね。うん、そうに違いない。早稲田から飯田橋の間には地下鉄東西線が通っていることもあってバス路線がありません。でもここのこの道と交差するところで久しぶりにバス路線と出会うこととなります。駅も結構遠いのでこの地域はあまり高い建物も多くなく落ち着いた雰囲気でございます。バス停が見えました。こちら白61のバス停でございます。お、ちゃんとバス停の目の前に江ノ木町特別出張所の案内がございます。なぜならばこのバス停の名前が江ノ木町特別出張所前だからです。わかりやすいですね。本当が大きくて本数もかなり多いです。やはりこのバス空白地帯を埋めるのは鉄道空白地帯を埋めるのはバスしかいないってことだ。新宿からこの大きくこの内側を経由してどこまで行くんだ。練馬、この列は非公式ですと思います。なので一応不法投棄扱いになっちまうので注意しましょう。反対側にやってまいりました。こちらにもこの公式ではないと思われるですが一つだけ置いてあります。えのき町特別出張所というのはあれですね、夕暮れだ。早稲田通りの地下には地下鉄がありますが、このここはちょうど駅と駅の間という感じなので夜ということもあってバス停が光り出しました。白61は結構長い系統です。白61がやってきた。この黄昏時の新宿に練馬から目白を通って、そしてこの山手線内を横断し新宿に至る白61は結構面白い系統とも言える。